英川勝弘、英川勝弘、長川勝弘、1980年12月14日隊は、広島県三次市出身のプロ野球選手、投手、右投げ右打ち、広島東洋カーアップ所属。三次市立三次中学校時代は、バスケットボール部に所属していた。三年間のブランクがあったが高校で、再び野球を始める。広島県新城高校。 同級生に、メグから、アジア大学を経て、2002年ドラフトにおいて、広島東洋カープから球団史上初の自由、獲得枠として入団。東都大学リーグ通算15試合登板、5勝4敗。通算防御率2.03、球団として8年間欠番が続いていた、北別府学部の永久預かり、番号である、背番号二0を継承した。 の戸間別ち鉄人以来となる新人開幕一部に入り、前年三十セーブを挙げた小山田康弘が故障で出遅れると、クローザーを任され活躍。新人としては、球団最高の二十五セーブを記録。オールスターゲームにも出場。四十一イニングで五十三審を奪った。十勝を挙げた木佐貫キや二十五本塁打を打った村田周一と、新人王争いを繰り広げ、 結局、新人王は喫茶抜きに譲った。は、開幕から不調で、4月に4セーブを挙げたものの、5月1日の巨人戦で逆転負けを喫するとクローザーの役割を、剥奪され、5月以降は0セーブに終わった。8月に1軍最昇格すると、8月15日の大阪神戦で、初先発し、勝利投手になった。この試合は、 大竹博が抑えで登板するという本来とは逆のパターンでの起用であった。先発として球種が足りないためスライダーやカーブも駆使するピッチングだったが、速球で押す、本来の良さが消えて長続きせず、右肩ツーも重なりサイドに軍落ちした。クローザーのジョンベールへ繋ぐ中継ぎとして起用された。キャンプで覚えた、ツーシーム、交流戦終盤から使い始めたスライダーで、 投球の幅を広げた。8月に右足内転筋を痛め1ヶ月戦列を離れたが、チーム最多、自己最多の57試合に登板し、守護神ベール不在時は、クローザーとしても活躍。狭い広島市民球場をホームにしながら非本塁打は2本、防御率は3.13と高成績を記録。投球の2段モーションの規制により、投球フォームを修正すると請球が以前により、 安定しだした。開幕当初は中継ぎとして起用されたが、5月中旬、ベールが左足内転筋通により、登録抹消されるとクーザーを担当。5月16日の対西部戦で9回1時、8対7の1点差リードで登板し、2社を完璧に抑え、シーズン初西部。その後も順調に西部を重ね、リーグ最多の65試合に登板。 岩瀬人則りにつく27セーブを挙げた。防御率も1.66と安定しており、クローザー転向後の救援成功率は79%だった。二度目のオールスターゲーム、オフの日米野球に出場した。この年代における、広島投手陣のクローザーは、小山田康弘や小林美紀へのように1年間だけ、好成績を挙げるものの、翌年には、 成績が急降下する例が続いていたが、英川は、王の豊以来球団史上二人目の2年連続25セーブ以上、セーブの球団記録更新、31セーブを達成。ただ、請球力が前シーズンより不安定となり、特にフォークボールが、打者の手前でワンバウンするなどし、当時自己最多の11冒頭、予し球率が高まったためストライクを取りに行く、ストレートを通打され、 ホイップも前年より悪化した。2試合連続でサヨナラ負けを喫するなど、セーブ機会を10回以上も失敗し、同点や点差が大きく離れた試合等を含めると16回も、チームの逆転負けに関わった。また不調によるに軍落ちもあったため、31セーブを上げた一方で不安定な内容のシーズンであった。この頃からランナーを出しても何とか抑える、投球内容からファンに、 映画は劇場等と、揶揄されるととなる。前年の不安定ぶりやフォーム改造の遅れの影響で、開幕を2軍で迎えたが、4月下旬に中継ぎで、復帰した後、5月からはクローザーに復帰。フォーム改造がうまくいかず、投球の大半をフォークに、頼る投球を続けるが、結果として、シーズンを通して、救援失敗が一度だけという抜群の安定感で、8月には、 王の豊か以来球団史上二人目の三年連続二十部を記録。九月には二年連続三0セーブを挙げ、九月十二日には自らの球団記録を更新する三十二セーブ目を挙げた。最終的に藤川球児と並んでリーグ2位となる三十八セーブを記録。シーズン終了後には推定年俸が倍増の1億6000万円で契約公開し、 この時点でのチーム最高年俸となった。5月24日のタイ西部戦で、大野の記録を更新する、球団新記録の通算139セーブ目を挙げ、8月1日の対横浜戦で、史上7人目となる通算150セーブを達成。9月10日のヤクルト戦で、球団新記録となる3年連続30セーブを記録した。しかしこのシーズンは、 開幕からたびたび打ち込まれ、不安定な投球を繰り返した。特にランナーのいない場面でたまにばらつきがあり、クイックの方が安定感があったため、ランナーがいなくてもクイックで投げる試合もあった。以前からの課題だった、支球数こそ前年とほぼ変わらなかったが、生命線であるフォークの落ちが悪く、被打率が悪化。特にフォークで空振りを奪えないのは致命的で、脱三振率は7.71。 56イニングで48奪三振と入団以来初めて9を割り込んだ。開幕から離脱することなく抑えを務め、8月以降は安定感を取り戻しリーグ2位の36セーブを上げたものの6敗を喫し、防御率は前年から1近く下げ、ホイップも2007年の水準まで悪化した。前年に引き続きシーズン序盤から抑え投手を任されたものの、 調子が上向かずにセットアッパーのマイクシュルツに抑えの役割を譲る場面も見られた。4月14日には右内転筋を痛め一軍から離脱。5月29日には一旦一軍に復帰したが内転筋損傷の再発のため6月8日から再び長期の離脱となった。その後は一軍に復帰することはなくシーズンを終えた。結局2010年は10試合の当番に終わり、 セーブも一つ記録したのみだった。西武は、主に中継ぎで19試合に登板したのみでセーブは、例に終わり、抑え投手の座を失った。は、も調子が上がらず、この年は、プロ入り後初めて1軍登板がないままシーズンを終えた。西武は、オープン戦で9試合を投げ、無失点と結果を残し、開幕1軍を果たすも、3月30日の巨人戦の試合中に右手を痛め、 宇宙指検証炎と診断され、同月31日に一軍登録を外れた。その後、リリーフ人の不調により再登録され、後半戦で、主に、セットアッパーを任され16年ぶりの A クラス入りに、貢献した。8月29日の中日ドラゴンズ戦にて3点リードの、延長11回裏に登板し、1番藤井に2ランを浴びながら1回に失点とし、 2010年3月26日のタイドラゴンズ戦以来4年ぶりのセーブを挙げた。は、左膝痛の影響で5年ぶりに1軍での出場機会がなく2軍でも24試合で防御率4.85の成績に終わった。10月に膝のクリーニング手術を受けた。ノーラン・ライアンを真似たというセットポジションから上げた足、膝を顎に当てる投球フォームから 最速時速 153km2005 年5月17日に計測の球位あるストレートと大小2種類のフォークボールを投げる。特に空振りを狙うフォークは落差を大きくする。投球の半分以上がフォークで脱三振率が高い。い一方でフォークの請球が甘い場合には四死球でランナーを貯めてストレートを通打されたり四死球で出したランナーを 冒頭や保ツで進塁させてしまう傾向がある。なおフォークの精度を書くときには、プロに入ってから覚えたとするスライダーを、大投げ。また、独特な投球フォームを持つため、フォームが崩れた場合に修正が難しいことが指摘されている。バッテリーとしては、フォークボールの補給に優れる石原傾向と組むことが多い。他の保守とバッテリーを組んだ場合はフォークを投げる割合が、 減り、極端に崩れることがある。またフォークを大投げするために2013年から安定感を重視し、常時セットポジションから投げ込むスタイルとなった。さらに、これまでカウントを稼ぐ球として投げていたスライダーを、投球の軸の一つとして用いるまで成熟させた。中学時代の3年間はバスケットボール部に所属。 広島のチームメイトのそよぎ栄ンは三次市の同じ少年野球チームに所属した幼馴染。ケミストリーの同地に吉国は新城高の2年先輩で新人王を争った読売ジャイアンツ当時の木抜き広元中日ドラゴンズ選手の小山義雄はアジア大学時代の同期、いわゆる松坂世代の選手の一人である。2007年には、 日本テレビのドラマ、ドリームアゲインの第一話冒頭で、反町隆史演じる巨人の打者、小木俊介と劇中で対決するという設定で登場している。記録は9回裏にアウト満塁で、空振り三振で勝った。マウンドでは、意識的に怖い顔を作っているという。抑えはやるか、やられるかのポジション。舐められたら終わりと言い、怖い顔で得することはあっても、損することは、 絶対ないいと語っている。結果的に打者を抑えることができても投球内容が良くなければ納得できない完璧主義な性格でもある2009年ドラフトで実定の榮川光弘が育成選手として入団したが兄弟と球団で話し合った結果スコアボードの表記名は榮川のまま変更されていない弟光弘は榮川光と表記 腰痛を持病に持つ、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。